いパパパパパパパうんあなんかすごいドリブル上手くなった気がするパケタありがとう。はいどうもグラトエございます。ということで本日はねパパ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 ケタという感じでねルーカスパケタ選手をねちょっと紹介していこうかなと思います。でこの選手はですね身長180センチ、躍動意識高い、守備意識高い、利き足左スキルムーブ5、逆足3となっています。で、現在はですね、24万ぐらいで購入することができまして、まあ、スキルムーブがね、上がってる選手になってるかなと思います。という感じで、能力見ていきましょう。はい、で、能力ですね。まあ、能力はね、まあ、平均的に高い選手になってるかなと思いますね。でね、やっぱ特殊すべきところでドリブル、パス部分が引いててるかなと思いますね。やっぱ高いね。本当に高い。で、ウィークポイントなんですけども、まあ、ペースが低い部分。とね、あとはね、ヘディング部分が低い部分があるかなと思います。まあ、ちょっとここら辺気になるかなっていう感じかな。で、選手特性なんですけども、スライディング、華麗な身のこなし、アウトカーブ、ドリブル術となっています。で、連携スタイルなんですけども、まあ、パッと見た感じはペースが低いので、やっぱここら辺をガッツリ上げたい。で、まあ、守備的に使うなら、シャドウだし、でね、攻撃に使うならハンターがいいかなと、俺は思いますね。で、スカットなんですけども、リオンっていうところではあるので、このアワールとね、緑剣も組めるし、まあ、ブラジルっていうところではあるので、まあ、ネイマールともね、緑剣も組めるということで、まあ、困ることないんじゃないかなと思いますね。で、置き場所なんですけども、パケタ選手ね、基本トップではなければ、基本どこに置いてもいい。まあ、ちょっとクロスが出る前にね、サイドは無理なんですけど、中央だったらね、トップ下でも、まあ、ミッドフィルダー、守備的にはミッドフィルダー、攻撃的にはミッドフィルダー、ボランチ、アンカーでも最悪いいかなと思うので、まあ、中盤であればどこでもいいかなと思いますね。という感じで早速映像を見ていきましょう。はい、ということで試合映像を見ていきたいと思います。じゃあね、まずは操作性から見ていきたいと思います。はい、じゃあまず操作性ですね。重さは普通だが、各アクションが軽い操作性ということで、なんかこの選手ね、体の重さは普通かなっていう感じはあるんですけども、スキル発動した時とかね、パスするタイミングとかタックルとかっていうのが結構ね、軽くできる感じはしました。スキル5ではあるんでね、マジエラーシコとかめちゃめちゃ早いし、わけわからんで、こことかね。ほんとすごい感じはありました。やっぱスキル5は正義よって思えるようなやっぱ選手かなと思いますね。本当にしやすい。ドリブルはすごいしやすいかなと思いました。いい感じの重さとかフィジカル部分はあるんじゃないかなと俺は思ったりしていますね。やっぱりね、やっぱ総合能力がすごい高くて、パスとかシュートとか、ドリブル含めて、まあ、ここら辺が何でもできるんで、やっぱ自分で仕掛けつつパスを送ってあげたりとか、ほんと一人いるだけでちょっと怖い選手かなと思いました。で、今の部分とかね、もうディフェンスもできるし、本当にね、中盤どこ置いても活躍できるんじゃないかなって思ってはいます。ほんで、まあ、キャムで使ってもいいし、CM で使ってもいいんですけど、まあ、そこのタイミングでね、あの、連携部分ね、シャドウを変えたりとか、ハンター上げたりとか。で、前目に使うなら、ハンターつけてあげて、しっかりシュート部分上げた方がいいかなと思うしね。このパスとか最高やろ。このパスとかもうまいしな、なんでもできるかなと、本当に思いましたね。はい。という感じで次は AI ですね。上下に激しく動き回る AI ということで。パケタ選手ね、やっぱり、ワークレートがハイハイではあるんで、あの、めちゃくちゃ上がってくれたりとか、あの、めちゃめちゃディフェンスしてくれたりとか、結構上下運動が激しい選手かなと思いました。まあ、それのおかげで、まあ、スタミナ消費はちょっと激しいかな、とは思います。ただ、こういった形でね、やっぱカウント時で絡んでくれたりとか、パケタ選手、顔は絶対出してくれるっていう感じはあるので、この流れの中からのシュート。いい流れで AI もいいし、AI も俺的には不満なかったかな。キャムでこれ使ってたんですけど、キャムで使ってもすごいいいです。あの、ストライカーとの絡み方がすごいいいし、で、ディフェンスで使ってても、ちゃんとディフェンスもしてくれるし、やっぱ、強いね、パケタ。パケタいいです。本当に。AI も申し分なかったかなと、俺は思いますね。この縦抜けね、裏抜けとかもちゃんとしてくれるし、で、自分で抜けてパスしてシュート。まあ、もうちょっとフィジカルあったら嬉しかったけど、まあそこら辺はそこまで気にならないかなぐらいの感じで、AI もいい感じかなと、俺は思いますね。はい。という感じで次は良かったところですね。まあ仕掛けられるドリブルの能力と能力の高さということで、まあ AI もすごいいいし、シュート、パス、本当にドリブル、あと AI の部分もすごい、あとフィジカルもある程度揃ってるっていうところでやっぱ強いかなと思いますね。あとやっぱスキル5がね、やっぱいい。スキル5になったけど、そこがね、やっぱ良くなった。ドリブルで仕掛けられる選手になったかなと、俺は思いますね。
はい、で次は悪かったところですね、まあ、シュート精度と逆足精度ということで、逆足さんなんでね、たまにね、なんかシュートが変なとこ飛んでいくときあるんですよ。マジで。なんなんやろね、あれ。逆足さんあるあるなんやけど、マジシュートが変なとこに飛んでいくことがあったんで、そこら辺気になりましたね。はい、という感じで、パケタ選手をね、選手紹介していきたいと思います。23万という感じで、まあ、そこそこの値段っていう感じかな。で、能力なんですけども、やっぱりね、スキル部分が上がっている部分と、やっぱ全体の能力が平均高いっていうところで、やっぱ使いやすかったっす、相当。強かった。で、どこ使っても使える、強いって思えるような選手だと思うので、これはいいと思います。はい。という感じで一人目比較していきたいと思います。ということで一人目ですね。アワール選手でございます。まあ、乗り換える人はいるかなと思ったんで、ちょっと紹介していきたいと思います。12万ぐらいですね。で、能力なんですけども、パッと見た感じはパス部分、ディフェンス部分、まあ、ドリブル部分、あとフィジカル部分は高いかなっていう感じで、ほんで、ペース部分、シュート部分は負けてるかなっていう感じかな。で、使ってみた感じはね、まあ、ドリブルの仕方とか、重さだったりとかっていうのは結構似てたかなっていう感じの印象かな。まあ、フィジカルはやっぱりパケタの方が高いし、総力的にはパケタの方が高いし、乗り換えるのは全然ありかなとは思います。普通にツーバラとしてアワールパケタみたいな感じで使うのでもいい。まあ、正直それでも強いと思います。それで強いかもね、リーグワンで使うなら。はい。という感じでもう一人比較していきたいと思います。はい。で、もう一人がですね、レナト・サンチェス選手でございますね。62万という感じで能力見ていきたいと思います。まあ、ボディタイプは一緒ですね、この選手は。はい。で、能力ですね。で、パッと見た感じはですね、まあ、シュート部分、パス部分、あとドリブル、あとディフェンス部分が勝ってるかなっていう感じかな。まあ、ペース部分とフィジカル部分はちょっと負けてる。身体能力系は負けてるよっていう感じかな。で、使ってみた感じは確かにね、ボディタイプは一緒なんで、似てた。うん、使用感確かに似てました。で、レナド・サンチェスみたいなことを使いたいというか、レナド・サンチェス使ってる人は、乗り換えるのはありかなと俺は思うんですよね。まあ、逆足さんではあるので、そこら辺の安定性というか、パスが若干弱くなったりとかミスってしまうじゃないかっていうところがあるので、まあ、そこら辺気になる人いるかもしれないですけど、乗り換えるのありかな。俺、レナド・サンチェス級かなと俺は思っている。はい。という感じで最終評価していきたいと思います。はい。ということで、パケタ選手の最終評価ですね。で、能力的には申し分なかったですし、使ってみても使用感すごい良かったです。スキル5やしね。強かった。どこ使っても強かったなっていう印象の選手でございました。はい。という感じで、ルーカス・パケタ選手の最終評価は、星8つですという感じで、能力は強いし、スキル5だし、逆足、これが4か5であれば、9をつけたかったです。これは作ってもいいかな、と俺は思います。安いんじゃないかな。今の環境でも全然ね、強い、使えるって思えるような選手になるかなと思いますね。という感じで、この動画はもし参考になら高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。お疲れ様です。